俺この間びっくりしました。あの目黒の友達のスタジオで仕事があって、うん、行く道すがらロケバスが止まってるから、うん、あなんか撮影やってらっしゃるんだってパッて逆サイド、うん、あのこうマンションの地下駐車場のすごい奥の暗がりにものすごいオーラを発してるお二人がいらっしゃって、それがもうまさに日本統一の氷室さんと田村さんだったんでびっくりしちゃったよ。うわ翔くんって、まあ、翔くんなんて呼ぶ人いないですからね。あれと思ったら俺ノリトじゃんと思って狭いね、なんかね、狭い縁があるっていうか、本当。いやびっくりしました。だってあのまんまの格好でいらっしゃるから、あの撮影をしてたからねうわっと思って、大変ですね。そんな涼しい時期じゃなかったと思うんですけど、うん、あの格好でずっと待ってらっしゃって、暑い中、今なんかもっと大変じゃないですか。それあれね、コートも着てたからね、違うあの日は。うわそうですね、季節関係なく撮るわけですね。そうそうそう、大変なシリーズじゃないですか、ね、今終わりどころがわからない今なシーズンいくつにいってるんですか。 56? めちゃめちゃですね。撮影はね、もうちょっと終わってるけど。あ、そうなんですか。そうそうそう、僕知らなかったんですよ、うん、あのずっと V シネのシーンにいらっしゃるのはもちろん分かってるし、で地上波でも時折活躍が見れるのが嬉しいし、うん、僕なんか一番地方行く楽しみが、地方行くじゃないですかホテル泊まるじゃないですか。で今でこそないですけど、うん、そのペイ TV みたいなので翔くんの出てる番組から探すのが楽しいですそれで見てたぐらいですけど。だからもうさ、うんうん、はい、60本近くやってるから、はい、これはもう寅さんも超えたし、はい、南の帝王ももう射程距離だったなって、はい、じゃあこれはもうギネス申請するしかないな。おお、そうですよ、はい、そう行ったら、はい、プロデューサーがね、はい、インドに700本以上やってる映画があるってさすがインドっすねもうこれはダメだと思って。大国ですね足元にも及ばねえわと思って700本って異常ですね。だからもう何十年もずっとやってんじゃないの。だから日本統一も俺らが死んでも下やってればいいんじゃねえの。何代目何代目確かにそれはそうですよね。でもあの2人が日本統一するとこみんな見たわけですよね。いやできんのかね。いやいやいや、でもまあとりあえずいいとこまで来てるから。ああそうなんですね、うん、いやすごい話っすよ本当和気あいあいですよ。本当ですか。見た目があるのだけでいいですね。なんかまあ仲良さそうですもんね。あのだってインスタとかであのその今言う山崎一家の方たちいろいろあげるじゃないですか、うんうん、すごい見てますよ。あいつらはね、俺のことをね後輩扱いするからね、うん、敬語使うだけでぐいぐいは来るんですね。本当俺を子役のように扱ってくるからねでもね、うん、みんないいやつばっかりで、いいっすね。すぐ俺にはコーヒーとか持ってきてくれるいいです。優しくされてるじゃないですか。そう、優しくされてるんだよ俺が一番優しくされてるっすね。そう、まさかヒップホップ聞いてたとは思われてないです、うん、絶対思われてないよね、うん、あでも俺初めてかもしれないよこんなこと言ったの、うん、あですよね、うん、話すことないですもんね大体さ、はい、YouTube とか取材とかでも聞かれるのは、はいはい、安風さんとどんな関係ですかって求める。あ、はいはいはい、だ渋谷で友達になったぐらいしか言えないんだよね、あとはちょっと言えないことが多すぎてすいません一つだけ聞きたいことがあって、うん、安風さんって、うん、あの芸能界一の腕っぷしだっていう、あれは本当そうだよ話を聞いて、うん、それ翔くんが初対面の時に殴りかかったって話聞いたんですけど、うん、じゃあ初対面じゃないあれはね俺がね、初対面じゃないけど、違う、もうね全然友達になっててもう30も超えてるぐらいかなどんだけ強いのかなと思ってそう、ね、フロントチョークで沈められちゃったよなんで殴りかかるんですか。いや、あの格闘技の道場でちょっと遊びに行ってて、はいはい、で安風は結構さ MMA とか教えたり、そういう本格的な、そうそうそう、はい、そうやってるから、はい、あの生徒を教えてる時に、はい、おい安風って振り向いた瞬間に本気で殴りに行ったそしたらパパパパッと避けやがってさこいつ避けたと思ったらなんかゴロゴロされちゃったよ関節技俺知らねえからもう
気づいたらもうここが翔くんですよね。あ、それは初対面じゃなくても全然仲良しな。あ、そうなんですね。基本は仲良しなんですよね。うん、もう喧嘩なんかしたことないよ。へえ。喧嘩はできないね、あんなやつとは。まあそうですよね、最強と、うん、でもね、安風もね、16ぐらいからずっと知ってるから。あ、そうなんですね。そう、成田とかまたちょっと地元とは違うさ、はいはいはい、僕あの安風さんは金融直列と呪縛っていうのを見たときに、なんか殺し屋役みたいなの出てきません、ね、なんかこうホーム、うん、役所さんを突き落としかねないみたいな怪しい感じで、怖いなこの人、殺し屋ってこういう感じの人なのかなってちょっと思ったぐらい。あいつ俺も初め会った時思った怖いなこいつやっぱり。でもね、俺にだけ優しいの、なんか無駄に。あー、それやられちゃうやつですね。あ、じゃあ他の、俺だって地元でもさ、はい、サトシとかカズオとかってみんな無駄に俺に優しいじゃん。そう、いや、みんな優しいですよ。そうなんだ。でも喧嘩とかになったらさ、はい、その若い頃ね、はい、俺はそんな強い方でもなかったから、やっぱりカズオとかバカみたいに強かったじゃん、ボクシングやってて。そうですね、そう、まあボクサーですからね。そう、気絶2回ぐらいさせられてるからね、俺あいつにダメじゃないですか。あいつ怖いよね、本当それダメですよ、あいつボクサーがそんなことしたら。本当なんか同級生で世界ランク12位だった、はい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 、東洋太平洋の、ね、ベルトを、ね、トップいたんだけど、はいはい、だからすごい、あの後楽園で試合やるじゃないですか、うんうん、うちの応援団の柄がすごかったですね。よかったね、柄いいよね本当すごく素敵な黄色い声で黄色い声援が、あの、ね、家族のお母さん自体がもうね、すごい黄色い声援ですね。本当親の声援がやばいからねお母さん。本当。今 YouTube じゃん。バンしちゃいますから。バンされちゃいますから。まあ、そこはね、サードの伏せときますけど。まあ、そのぐらいですよ。ねえ。今まだあれですか。あの築地なんですか。違う。今はね、実家を改装して、肉屋さんと惣菜屋やってる。ああ、そうなんですか。KO ミートっつって。すいません、急に西大島、西大島、西大島、KO ミートです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、岡田加速君頑張っております、はい、元プロボクサーのメンチカツが美味しいです。美味しいです、はい、メンチカツです最近はね、はい、ダズバンドとか聞いてるよ。ダズバンド、逆に俺が分かってね。そう、ザ・ダズバンド、ダズバンド、昔のね、なんかそれ目黒時代ぐらいの時に、うん、マットカプセルマーケッツのライブに行ってんだ、うん、しょっちゅうって言われて、うん、コーラスもやったことあるか。すごいっすね。そうそうそう、そういうのは、あ、そう、やっぱこうハードなのもいっぱい聞くんだなとか、なんとなく思ってました。なんかやっぱ縁があるから、はい、あのマットカプセルのボーカルの京野さんに、はいはいはい、日本統一の、はい、まあ、スピンオフのやつだけど、主題歌やってもらったりとか。すごっ。仲間うちでさ、はい、ちょろっとたまにやる。あ、そういうの。なるほど、うん、いや、いいですよ、うん、そう、リップスライムはね、ちょっと敷居が高いからさ。高くないですよちょっとね、反社会勢力の映画にはちょっといけないかなと思って僕、中学校ずっと演劇部だったんですよ。俺演劇部だったんですよはあ、演劇部だ。知らなかったな。そうなんですよ、ずっと中学3年間演劇部で。7中にそんなのあったの。ありましたよ。基本女子の演劇部なんですけど、うん、年に1回か2回か発表会みたいなのがあって、その時には他の部活から、うん、あのもし手伝ってくれるんならって、うん、例えばちょっとした立ち回りやるんだったら、うん、こうバレー部の人がこういうと体を動かせるとか、うん、なんとかこうなって縦、うん、の練習とかやるんで、うん、そういうのとか見てて、うわ、盾かっこいいな、うん、僕だから結構アクションやっぱ好きで。だって踊れるやつはできるからね。本当ですか、うん、いやだからすっごいいいなと思って、それで演劇部ずっと3年やって、で高校の時にはダンスやりたくなってたから、うん、ダンス部っていうのはなかったから、うん、演劇部とかに入ったらそういうことができるのかなと思って。あ、そっかそっか。で入ったら、うん、ものすごい文化部の香りがもうオタクな女子しかいなくて、
これはダメだ、モテそうにねと思ってで、やめちゃったんですけど、お芝居基本好きなんで、いいね、はい、なんか機会があったら一緒にやりたいね。いやいや、僕ちょっと、もし日本統一を声かかればもうぜひもし、もう早くの早くの一番下っ端でいいんだ小沢ひとしとかはね獣だからさデビューが小沢さんなんだよ。あ、そうなんですか。初日が小沢さんと立ち回りだったの。あ、怖っ。バチバチ引っ張られてきやがったよ戦うシーンで怖え、ヘビジーと